はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は現在 TS 第一弾で登場している小笠原さん、そして福留さん、この2人について動画を撮っていこうかなと思います。やっぱりですね、今回の TS 第一弾の目玉の野手といったらこの2人になってきます。まあ、実際にですね、スカウトや契約書で獲得した方もいると思いますし、まあ、今その2人のどっちかを取りに行こうとしてランキング走っている方もいると思います。まあ、中にはですね、ランキング走りながら、まあ、まだどっちの選手取るか悩んでる方もいると思うので、まあ、どういった人が取るべきなのか、適正の打順などいろいろ話していこうかなと思います。まず、小笠原さん完成しました。累計から、ランダムで獲得したわけですが、まあ、今ですねランキング走ってるのですぐ育成が終わりました。で、小笠原さんどういった人が取るべきなのか、これですね結構限定的な条件にはなってくるんですが、掛布さんを持っていなくて左バッターが右バッターより全然好きだ、打ちやすいっていう方は取りに行くべき選手だと思います。まあ、小笠原選手サードとファーストどっちも守備適性 C 以上のとても汎用性の高い選手です。まあ、特にねサードの場合特殊で2回メインポジションを上げてあげると適性が B 乗ります。やっぱりですねサードファースト左より右の方が強い選手多いです。なので左の強い選手っていうのはかなり貴重になってきます。特にサードはですね本当に OB で言うと掛布さん一強な部分がありますし、まあ、現役で言うと高橋周平選手ぐらいしかいないので、本当にそういった選手持ってなくて左好きの方は取りに行くべき選手だと思います。で、小笠原選手適正打順、適正打順は3番以降をおすすめします。まあ、基本クリーンナップですね。やっぱりチャンスを持っているバッターなので3番以降に置いてあげるとより使いやすくなるとは思います。続いて福留選手、福留選手は、去年ので代用させていただきます。まあ、能力は全然変わってないのでそこは大丈夫です。まあ、福留選手どういった方が取りに行くべきなのか、まあ、やっぱり外野不足ですね。外野の選手が全然いないよって方はぜひ取りに行ってほしいなと思う選手です。これだけ打撃能力が高くてレフトセンターの適性が B、 ライトが A、 裏捨てもこんな高い選手っていうのは本当に限られてきます。まあ、その中でも貴重な左バッターですし、福留選手まだ現役でですね A ランクが通常で排出されているのでなおとつりやすい、本当に使いやすい選手になってきます。本当にね福留選手いて損は絶対にしないので、取りに行こうか迷っている方は取りに行くべきだとは思います。続いて福留選手の適正打順、福留選手の場合2パターンに分けて説明していこうかなと思います。まあ、まずランク戦、まあ、ランク戦のように2イニングの試合は1、2番もしくは6番以降に置くことをお勧めします。まあ、まず1番2番に置く理由はもちろん固め打ちを持っているからですね。まあ、固め打ちは最低でも2打席目以降しか発動しない特殊能力なので、まあ、これを発動させるために打席が多く回ってきやすい 1、2番に置くことをお勧めです。で、なんで6番以降なのか、これについても説明していこうかなと思います。まあ、ランク戦の場合2イニング、まあ、2イニングしかないので2回以降の負けている場面で福留選手に回ってくると逆境が発動しやすくなります。逆境ですね、発動した場合かなり能力を上げてくれるので、まあ、結構出しづらい特能にはなってきますが出た時強くなってきます。で、2イニングというね限られたイニング数の中で、まあ、1、2番に2打席目以降が回ってくる確率と2イニング以降に負けている場面で福留選手に回ってくる可能性っていうのは、まあ、そんなに変わんないと思うんですよ。まあ、なので2イニングの場合は下位打線でも問題ないのかなと思います。大会の場合は3イニングあるので、まあ、1、2番をおすすめします。やっぱり3イニングあったらですねほとんど1、2番は2打席目回ってきますし、3回に負けている場面でまた1番、2番に帰ってくるっていう可能性もあるので3イニングの場合は1、2番がおすすめです。それでは試合に入っていく前に小笠原選手サード適性 B チャレンジしていこうかなと思います。まあ、やっていこうかなと思うんですけど今結構カツカツです。 B ランクとか A ランクあんまりないので正直やりたくはないんですが、やっぱりサード適性 B の小笠原さん見たい方いると思うのでやっていこうかなと思います。まあ、メインポジションね2つ上げてあげないといけないのが結構ねきついんですよね。山田選手の場合は2回で終わったんですが、高橋由伸さんの場合は最後までかかりました。結構特殊は地獄です。それでは1回目いきます。早ければ2回以内に終わってくれるんですが、まあ、そんなうまくはいかないと思う。さあいきなり、うわーサブポジションか、あーメインポジション上がってほしかった。サブポジションが上がっても特に意味はないです。さあ続けて特殊していきたいなと思います。それでは特殊2回目です。この時点で B ランクが40枚もなくなります。結構きつい。お願いもうマジで早めに上がってくれ。ただサブポジション上がったからなんか上がらない気がする。おお上がった、奇跡奇跡、次で終わってくれ、次で終わったら勝ち。それでは3回目です。これでメインポジションが上がってくれたら終われます。お願いお願い終わってくれ。もうあんまり使いたくない、ランキングも走ってるし。
はいはいはい、クソ奇跡、マジでメインポジション B に上がりました。あー、びっくりした。めっちゃ嬉しい。ということで、サード適正 B の小笠原さんが完成したので、実際にリア台で使っていきたいなと思います。それでは、やっていきたいと思います。さあ、サード適正 B の小笠原さんです。かっこいい。さあ、後攻ですね、やっていきたいと思います。で、めちゃめちゃ久しぶりの、ランク戦になります。多分ね、ちょうど2週間ぐらいかな。まあ、大会中はね、ランク戦やらないんで、結構間が空いてしまってます。めっちゃ久しぶりのランク戦。まあ、このね、東京ドームとか、今回は東京ドームですけど、まあ、固定球場以外でやるのがめっちゃ新鮮です。サード。ちょっとサード打たせたいですね。このツーシームを引っ張ってもらって、サードゴロ。あー、ちょっとダメ。あとはこういうカットボールとかも割とサードゴロになりやすいよ。あ、待って、それ超えちゃった。フェアかい。フェアかい。さあ、いきなりピンチです。ちょ、できるだけちょっとサードを狙って打ってもらえるように。ちょっとサードゴロを打たせる、そういう投球でいきたいと思います。なるほど、そうですね。インコース、ちょっと振り遅れてるな。さあ、左バッターでも振り遅れてくれたらインコース攻めでもいいんですけど、外角投げるのは怖いな。どうしよう。じゃ、一球ボール球振らせますか。いいコースじゃないこれ。振らないか。いや、ここはねストレート。詰まれ、サードゴロ。はい、完璧。ナイバッチー。はい、完璧に、持っていかれました。素晴らしいバッティングです。さあ、まず福留さんから、打席に立ってもらおうかなと思います。相手 A ランク山岡さんか。打てるかな。ちょっと本当久しぶりのランク戦だから変化球絶対タイミング早くなる。福留選手はフォームに癖がなくてすごい打ちやすいです。多分苦手っていう人はいないんじゃないかな。お、これ入ったんじゃない。ナイバッチです。広角が出てなくてもね、簡単に入りますね。で、次は広角が出てくれました小笠原さんです。ストレート。ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですね。あー、もったいない。行ってよかったな。で、小笠原さんはね、やっぱりみんなね、真似したことあると思うんですけど、こういうフォームになってます。いやー、なんで追い込まれた。これも一致じゃない。これも広角。わー、よかった。フェンチョク。で、今回ね、覚えて書いてほしいんですけど、癖のある選手、癖のあるフォームの選手ほど自分のものにするとめっちゃ打ちやすくなります。これね、ぜひ覚えていってください。これをね、すごく感じたのが張本さんですね。最初張本さん使った時めっちゃ打ちづらかったんですよ。なんかタイミングのね、取り方がすごい独特でめちゃめちゃ苦手だったんですけど、使っていけば使っていくほど、あ、こういう感じなんだって分かっていって、もう逆に、もうむしろ使っていったら打ちやすくなってきたんで、本当にね、小笠原さんも最初苦手だなって方いるかもしれませんが、まあ使っていけば絶対打ちやすくなってくるとは思います。さあ、そうこう喋っている間に、逆転のホームランを山本浩二さんが打ってくれました。もう一打席回したいなとは思ったけど、高校だからちょっときついな。あ、出た出た出た。今みたいに外野がね、アップデート後回り込んで取るようになったんですよ。あれね、多分アップデ前だったら普通にセンターフライだったんで、あれ結構痛いんですよね。アップデートが来てからですね、まあ不具合が起こるのはどうしてもしょうがないことなんですけど、大会中にね、やられるとね、結構戸惑うんで、運営さんできればちょっと大会が終わった後か、大会やってない時にアップデートしてほしいなと、まあ一ユーザーの意見として言っておきます。結構ね、他もあったんですよね。タイピンの表示バグとかもあったんですよ。ピッチャー側はタイピンが表示されてるのに、バッター側はタイピンが表示されてなくて、でも曲がりはタイピンチなんですよ、ちゃんと。あ、やばい、しくった。そういうバグをされるとですね、初球からね、手出せないんですよ。これタイピンが出てるか出てないか分かんないんで。なので結構そのバグはきつかったですね。さあ、これセンター前落ちそうだね。さあ、追い込んで、多分ね、ここにツーシーム投げたら振り遅れるんじゃないかな。あー、ショートゴロか、惜しい。それでは2試合目やっていきたいと思います。まあ、ここはしっかりとね、福留さんと小笠原さんで結果を出してこの動画を締めたいと思います。さあ、長考出てくれました。相手の方がダルビッシュさん。ちょっと自慢していいですか。あのね、ダルビッシュさんにね、ツイッターフォローされたんですよ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。もうそれだけ言いたい。ただこれでは打つ。よし。さあ、小笠原さんも行きましょう。
そう、小笠原さんね、よくね初見の方質問いただくんですけど、これ一回振ったらねバット透明なくなります。まあ、なんでバットが透明なのかというと、ピッチャーと被ってね見にくくなるからですね。うわ惜しい。うわ今のフォロースルー、そうフォロースルーがあるんですよ、こういうフォロースルー。それ見せたい。まあ今のはライトライナーだけど、今のですね、今ののそのファール版のやつがね確定でホームラン入ってくれたらめっちゃかっこいいんですよね。さあ山本浩二さん、さすがです。そう、神宮がね、今は神宮ですね、これ新しくまた再導入されたんですけど、明るいんですよね神宮が、だから結構眩しい、マジで眩しい。でこれねレフト側ホームラン打ったら分かると思うんですけど、まあ、新国立競技場かながね新たにねこう立っていて結構面白いです。レフト側にホームラン打ちたい。あーこれはライト側、ライト側はないんですね、何もちょっと外角投げてきてくれれば、ちょっと流してホームランっていうのを狙いたいんで。あー惜しい。あー今の流せよ、今のもうちょっと流せよ。さあ右バッター、右バッターだとレフト側に行きやすいですね、思いっきり引っ張ります。あーこれ正面だ、やらかした。あ今ちょっと見えたかな、ちょっと分かりづらいですね。ちょっと打ちたい、レフト方向にホームラン打ちたい。あーやらかした。さあ2回打っていきたいと思います。まあ、1、2番にね多分回せると思うんで、しっかりと打っていきます。とりあえず右バッターはちょっと引っ張りたかったけどしゃあない。でねこういう時に便利なのが両打ちなんですよ。こう作戦をしてここを右打席に変えると右バッターになってくれます。マジで両打ち助かる。まあ、基本右ピッチャーの時はね左打席の方が打ちやすいんですけど、あーちょっと詰まった。まあ、とりあえず両打ちの良さは本当にこれです。で1番帰ってきました。ゲッツったら小笠原さんに回せないんでちょっと打ちます。さあ1、3、多分カットボールとかで来ると思うんだ、多分カットボール。ストレート、あぶねー、ちょっと今のファーストライナーゲッツーにならなくてよかった。さあ小笠原さん、ちょっとこれで綺麗に打って終わりたい。なあくそ、ちょっとマジでホームラン狙います。さあ 2-3、 ファーボールだけはやめてくれ。ストレート、まさかのスローカーブ。あ、ナイスバッティング、相手の方新国立競技場を見せてくれた。